カースドクルセードはカイラトンが開発しヨーロッパで2011年10月7日に DTP エンターテイメントから発売されたアクションアドベンチャーゲームである。北米では2011年10月25日にアトラス USA から日本では2012年2月9日に UBI ソフトから発売された中世ヨーロッパの十字軍を舞台とした本作は過去に重罪を犯したもののみに 呪いが降りかかるという物語で父親の行方を探す騎手と元盗賊の男の二人が本作の主人公となっている。戦闘に重点が置かれている本作はアクションの表現にも力を入れている。発表時、二人の男の主人公が繰り広げる過激な戦闘シーンが世界で注目された。日本語版の声優のうち、レンズ役には中村雄一がエステバン役には 中村と信仰のある杉田とモカズがそれぞれ起用され、音声の収録はゲーム画面を見ずに行われた。杉田は公式インタビューの中で、言語版におけるエステバンは声が高くテンションも高かったため、自身もそれを踏襲して演技したと振り返っている。ある日、中世ヨーロッパを舞台に父親の行方を探す騎士と元盗賊の男が巡り合わせにより十字軍と共に、 共闘することになりともに戦っていく。ありがとうございます。